カールス・バットはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡北部の太平洋岸にあるリゾート都市である。ロサンゼルス市からは南に87マイル、サンディエゴ市中心街からは北に35マイルに一致する。高い資産価値、高い家庭収入中央値、及び高い教育レベルによってカリフォルニア州はもちろん アメリカ合衆国でも最も裕福なクラスの社会に属している。人口密度が低く海岸部に位置し繁盛する商業部門がありさらに表彰される教育学区があることなどすべてがこの地域の高い生活水準に貢献している。アメリカ合衆国でも最も高収入が得られる場所になっている。カールスバッド氏は主にショッピング、観光、 好調なハイテク産業及びリゾート生活の街として知られている。2010年国勢調査での人口は10万5328人であり、2000年からの10年間で34.6%も成長した。1952年にサンディエゴ郡を通る水道管を接続する十分な資金を生み出すことを主目的に また、オーシャンサイド市に併合されることを避ける目的もあって、市政が執行された。市は、カリフォルニア州の自治体としては初めて慎重に扱うべき野生生物の生息域を保護する条例を発行した。また、市域内の特定量の土地を、いかなる種類の開発からも保護することとし、新しい開発プロジェクトで破壊される、生物生息域を回復するために、 そこそこの予算も使っている。ジョン・フレイザーの彫像カールスバッドの歴史は、現在のアグアヘディオンダラグーンがある、場所近くにパラマイと呼ばれる集落を作った、類生入属インディアンから始まっている。1880年代に、ジョン・フレイザーという元水婦がこの地域に井戸を掘った。この水を鉄道駅に給水することをはじめ、間もなくこの駅が、 フレーザー液と呼ばれるようになった。2番目に掘った井戸の水を試験すると、オーストリア・ハンガリー帝国のカルロビバリにある、ヨーロッパでも有名な温泉の水と化学成分で類似していることが分かった。この発見を生かすために、ドイツ生まれで中西部から移住してきていたゲアハルト、シュッテとサミュエル・チャーツ・スミス、DD ・ワーズ・ワース、およびヘンリー・ネルソンが、 カールスバッドと地高水会社を結成した。その後間もなく町の名前もカールスバッドに決まり、観光客を引き寄せるために大掛かりな宣伝活動も行われた。この地域が成長を始め、1880年代には住宅や事業が増加していった。柑橘類、アボカド、オリーブなどの農業が発展し、あたりの風景が変わった。 1887年ぐれには、サンディエゴ軍の土地価格が下がったが、カールスバッドの街は、肥沃な農業用地があったために生き残った。ジョン・フレーザーが最初に井戸を掘った場所は現在、カールスバッドブールバード沿いにある、ドイツハンザ風家屋の複製である、アルトカールスバッドで見ることができる。1976年3月に、世界初のスケートボードパークである。 カールスバッドスケートパークが建設された。カールスバッドレースウェイがある、敷地内にあり、発案者のジャック・グラハムとジョン・オマリーが建設した。カールスバッドは、北緯33度7分19秒、成形117度17分49秒、北緯33.12194度、成形117.29694度。 33.12194-117.29694に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は40.8平方マイル、このうち陸地は37.4平方マイル、水域は3.4平方マイルで、水域率は8.24%である。水域の大半は3つのラグーンと1つの湖で、ある。 カールスバッド市の北部は、オーシャンサイド市南部とビスタ市西部とで構成される、トリシティ地域の一部になっている。現在の地域は繁盛する観光地の多くを含め、その大半が1970年代以降周辺の未編入領域を併合してきたものである。昔のサンタフェ駅機、1907年建設、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定され、 現在は、市の観光案内所に使われている、カールスバッド市内北東地区と、北西地区の夜景カールスバッド市内は、東西方向のパロマ空港道路と、南北方向のエルカミのレアル道路でほぼ4分されている。それぞれ北西地区、北東地区、南東地区、南西地区と呼ばれている。北西地区は、市内で最も古い地域である。 新しい開発地がいくらかはあるが、すでに確立された一戸建て住宅が多く、ある場所では、アパートや、集合住宅になっている。この地区の多くの場所が昔からあるという事実は、ハイランドドライブなど、速道や街灯がない通りがあるという事実で明らかで、ある。ブエナビスタラグーンとアグアヘディオンダラグーンに沿って、開発によっても、 比較的手をつけられず、市からレクリエーションに使うよう指定された樹林である、ホスプ樹林がこの北西地区にある。ブエナビスタラグーンは議論の多い三主題の一つである。関心のある市民が現在、市政委員会がこの地域を、新しい住宅地域と最新鋭の市役所施設に、指定することを止める要請が起こしている。この地域は一つのショッピングセンターを例外として、 ほとんど住宅地域である。人口が増加したために、最近アメリカ合衆国郵便公社から一つの郵便番号を割り当てられた。チェスナットヒルズと呼ばれる古い地域に多量にある一戸建て家屋が大半である。新築家屋はカラベラヒルズに見られ、ロバートソンランチと呼ばれる大きな建設家の地が残っている。市内では最も新しい地区であり多くの 計画外区がある。この中の著名な小地区は、ブレッシュランチ、ビレッジオブラコスタ、およびランチョカリーリョがある。ビレッジオブラコスタの中はさらに小さな極核に分けられている。ラコスタラコスタとは、カールスバッド市の住宅地域とその中心にある、世界的なゴルフ、テニス施設がある、リゾートスパの双方を指している。 アルガ道路の南、エル・カミノ・レアル道路の東、オリベンヘーン道路の北、ランチョ、サンタ・フェブルバードが南北に走る部分の西に位置している。ラ・コスタ・リゾート・スパは18ホールのゴルフコース、リゾートホテル及び、集合住宅、19面のテニスコート、さらに関連する小売店舗がある。ディパック・チョプラ博士がここにあるチョプラセンターを運営している。 ラコスタの住宅地域は大半が住宅で他にショッピングセンター、大型ブティーク及び高級レストランがある。地区の境界線が他の地区と服装しているために教育は4つの教育学区にまたがっている。ラコスタキャニオン高校とサンディエグイト高校アカデミーは遠詞に足すランチョサンタフェ及びその他周辺地域社会とカールスバッド氏の最南端部をコーにしている。 人気のあるサンエリホヒルズ中学校とサンマルコス高校はゴルフコースの北側をコ区にしている。ラコスタの不動産価格はカリフォルニア州やサンディエゴ郡の平均値のかなり上にある。ラコスタの開発は1965年に始まりデザートインホテルのアーブラストーンとその共同経営者が景観の良い土地3500エーカーを購入した。ゴルフコースが開発され 住宅が売りに出された。客室数90室のランチョラ・コスタインが観光客のために建設された。続いて、スパが付加され、ホテルの規模が拡大したので、2000エーカーの土地が追加購入された。1987年には、日本のスポーツ振興がリゾートを買収した。その後の衰退時期を経て、2001年に、 カリフォルニア州のリゾートホテルグループである KSL リゾーツが買収し1億4000万ドル以上をかけて回収を行った。1999年以降毎年2月ラコスタリゾートスパでは世界ゴルフ選手権の一つである WGC アクセンチュアマッチプレー選手権が開催されていたが2006年の大会が最後となった。WTA 女子 プロテニスのトーナメントであるアキュラクラシックが長年ここで開催されていたが最近工業権が WTA に買い戻されたカールスバッド市南西地区南西地区は事業地区と住宅地区が混ざっている市の人口が増加したために最近アメリカ合衆国郵便公社から一つの郵便番号を割り当てられた以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。2005年カリフォルニア州人口動態報告書によれば、カールスバッド氏の世帯あたり収入平均の推計値は10万6459ドルから11万1483ドルとなっている。カリフォルニア州議会では上院の第38及び下院の第74選挙区に属している。連邦議会下院では、 カリフォルニア州第50選挙区に属し、クック投票同行指数では、共和党プラス3となっている。2010年時点で、すべて共和党議員が務めている。カールスバッド氏の有権者は2008年に氏が、チャーター氏になることを承認した。姿勢は、全市を選挙区とする選挙で選ばれた一人の市長と四人の、姿勢委員によって行われる。 他船の制約はない。ジオグループがその西部地域事務所をカールスバッド市内に構えている。計画中の航空会社カリフォルニアパシフィック航空はマクレランパロマ空港の敷地内にその本社を置いている。カールスバッド市の包括的年間財務報告書2009年版によれば市内製造業の雇用主トップ10は以下の通りである。非製造業の雇用主トップ10は 以下の通りである。教育学区公立の高校は2校、中学は3校、インターレベル校1校、小学校は14校ある。私立学校は7校ある。カールスバッド氏は2つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。